はい、どうもご視聴ありがとうございます。キャビンっていう B 級映画を見終わったハム太郎でございます。ついにガチャを引いていきます。運極300体できたんで、今オーブ100個もらったんで、オーブ400、いいっすね。で、この子、はい、ベートーベンはいるんですよ。私ベートーベンアルファは昔から持ってるんでいるんですけど、狙っていくのはもちろん、これはね、6周年ガチャはまた今度引きますと。で、まあ、ハロウィンガチャ引くんですけど、今2種類あるじゃないですか。でも私なりにいろいろ見たんですけど、一番欲しいのが、リボンアルファですね。もう多分これ一択じゃないかなぐらいの勢いです。もちろんね、茨城アルファとかも強いんですけど、この子の砲撃型のウェーブの火力を見て決めましたね。なんだこれ。30万っすよ。バカじゃねえの。当てに行こう。だからね、もう、あるリボンアルファ出る前引こっかなぐらいの勢いです。この子は強い、確実に。で、ベートーベンまだ使ってすらいないんですけど、ベートーベンはもういらないね。一発目から星玉絡んでいくんでいきます。最後。神よ、頼む。最近ね、これ言うといいのが当たるっていう私の風潮があるんで、言わせていただきました。星玉一発出てくれればオーブが保管できるか嬉しいんだけどね。ただね、確率ね、これひどいことに 9.9 なん、ん ?9%? うわー、爆死か。はい、星玉が回る。神よ、頼む。さあ、これ一発目結構でかいよな。ここのために取っといたようなもんだからな。いや、全然関係ねえじゃん。一応未生児だけど、マゼランでしょ。何に使うっていうの。さーて、行きますか。長い戦いになりたくないな、これ。前回の劇場は勝ったからね。頼むよ。そう、あのね、新しい方のハロウィンアルファの方はね、確率が 1.2% なんですよ。で、こっちの旧シリーズは、確率がね、低い。嘘でしょ?やべ、渋いね、スタートから。ちょっと待って、ちょっと待って。一回気持ち切り替えよう。だって、今ね、運極300体ボーナス全部使っちゃったからね。冗談じゃねえよ。そう、これひどいっすよね。なんでだろうね。0.9%。0.9% なんですよ、各キャラ。に対して、1%。前は、1% と重心化済みで 0.2% 来るんで、1.2%。全然確率違うんだよね。頼むよ。そんなに、ただね、ノマダンとかやってないで、オーブ自体はまだ回収できるんですけど、神よ、頼む!そう、まだオーブは回収できるんだけど、基本的に無課金でやってるんで、課金したくはないんですよね。当てに行きたい、当たりたい。もう20連バックしたからね。リアルラッカー溜まってるはず。一回切り替えました。もう当たらないわけがない。うわ、死ねよ。嘘だろ、てめえ。二体目お前かよ、なんでだよ。いや、うるさい。あー、マジか。マジか、そう来たか。じゃあ、せめて茨城だよね。せめて茨城当たってほしかったよ。頼む、神よ。ベートーベンアルファはね、簡単にして面白いと思うんだけど、ニラかなかなんかでやってみようかなと思ってるんですよね。来た、やっと来た、リボンアルファ。あ、本当に当たった。OK! 十分十分。OK! これでね、攻撃ウェーブを楽しめます。奥さんも当ててるんで、フレンドと合わせれば3体編成でね、なんかクエストできると思うんで、楽しんでいこうと思います。まあね、ちょっとオーブ250個、ん?オーブ何個使った今。200か。オーブ200個でリボンアルファ1体っていう何ともいない現状でしたけど、まあ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 、でも、思ったより早く当たりました。十分です。というわけで最後におまけを引いていきます。これは私が調子こいてるだけです。特玉じゃないですよ。特玉は持ってるから引くだけです。ちゃんと引いていきます。ただこれで星5が出たらもう引かない。そんなよね、調子、そんなに世の中うまくいかないけどね。タイだ。タイだラビットや。さあ行きましょう。一回だけ引きます。まあ、記念ですね。さあ頼むよ。神よ、頼む。これね、まだ私、最近ガチャ動画毎回言ってるんですけど、新しい確定数見たことないんで見たかったってことを言いたかったんですけど、もう終わっちゃったね。止まれば確定。ふぅ。